一斉のでバンバンザイミユです。ギーシです、はい、ということでですね、はい、夏が終わり秋の涼しさを感じる季節となりました。ほんまにそう。確かに電車もねいい感じですね。夏の終わりを感じる電車ですね、うん、そうですね、はい、気分はどうですか。気分ですか、はい、まあまあまあ楽しいですよ毎日。あ本当ですか、うん、いいです。ルナさんはルナの気分いいよ。なんでですか。なんでですか。なんで気になるんだ。いやもうあの気温とかも過ごしやすくなってきて、はい、なんかやっぱ人肌ちょっと恋しくなる時期だと思うんですけど。そうですよね。ですけどもう人肌恋しすぎて昨日2時間半ぐらいね3人でオーバークックやってましたから。でも早急に帰った人いました。はい、いましたよね最後。はい、あの1000超えたんで。うん、お前もなベース忘れて帰ったな。ごめんな。ふざけんなマジで。マジでごめん。ということで、はい、本日バンバンザイミユの彼氏オーディションを開催いたします。わあ。これ一つ言いたい。はい。あのルナ、その時さ、この告知をされた時お休みだったやん。うん。たまたまインスタ見たら、うん、バーンって出てきたの。うん。って水声出て、うん、すごかった感情が。衝撃が。だってなんかすると思わなかったじゃん、バンバンザイがマジで、ね。うん、確かに。でそれにミユちゃんが言ったか。ってなって、うん、まああの本当にするからにはあのちゃんとした人を来てほしいね。バンバンザイの公式のインスタでね、ミユの彼氏オーディションの募集をしたんですけども、うん、かなりの人数の応募が来ました。あの1回のストーリーで、はい、ガチ。そうなんですよ。嬉しいです。ということでですね、本日の主役ミユさん、はい、意気込みを教えてください。そうですね。まあやっぱり私は最近結構スキピーとさよならしましたみたいな動画を出してから、うん、結構あの寂しい女に見られがちだと思うんですけど、うん、結構日常生活はとても充実してるんですよね、うん、してるんですけど、まあ、この企画を作ってくれたからには私もいい人を全力で探したいなと。でも、レンリアだからね。これレンリアですか。もう始まってるよ、うん、だから義士がそんなノリノリなんだ。あ、そうですで、今回はですね、うん、なぜ僕らが抜擢されたかというと、はいはい、まあ、僕が、まあ、一応現在進行中で幸せな男っていうのと、うん、あと既婚者兼あの京介出身ということで、うん、レンリアの副音声さんに、はい、あ、副音声さん副音声のあ、そうだったんだ。はい、そうですね。ということでですね、これから厳選された16人のミユの彼氏になりたい人がこの部屋に来るので、まあ、いろいろ質問とかしていけたらいいなと思います。はい、じゃあもう早速やりますか。え、ちょっと待って、はい、知ってんのその16人は。え、ルナは知らない。私はここに乗ってんのよ。私が、2人に頼んだのは、2人は私のことをめちゃくちゃ知ってるから、うん、っていうので、あの強いから今回ね一緒に隣に並んでてもらうことになったんですけど、はい、ルナ知らない。あのここになってて見ようと思ったんですけど、うん、やっぱその知ってるとさ、うん、その入っちゃうじゃん、その人のさ印象とかもさ。そうだね、確かに確かに。なんかめっちゃ言っちゃいそうだし、うん、顔とか見えたらさ、うん、この人こうだろうなって偏見でもう決めつけちゃうから、一発目の印象を見て、みゆ、うん、ちゃんの性格と合う人をちゃんと判断しようかなって、うんうん、ありがとうございます、はい、だから結構バチバチ言うんですけど、はい、まあ、一番は自分の優先で、うん、はい、本当そうだね、はいはい、僕も何人かさっきね見てきてご挨拶とかさせてもらったんですけど、うん、あ、やっぱり本当に、まあ、ミユへの愛が伝わったなって印象ですね。嬉しい、楽しみにしてます。はい、はいはい、ということでですね、はい、今から16名が来るわけなんですけど、はい、あの4名ずつそちらの席に来て、はい、1人3分ぐらいでアピールタイムをしてもらって、はい、それを計4回やるという感じでございます。はい、もう心の準備はよろしいですか。はい、ちょっと気になることはあるんですけど、まあまあまあ、触れない方がいいですかね。うん、ちょっとまあ一回触れましょうか。一回触れていいですか。はい、女性の方が急にね現れて、はい、ポンと座ってらっしゃるんですけど、はい、まあ、私の予想では海外の方が来るから、うん、通訳さんの方、ああなるほどね、なのかなと思ってるんです。まあいい線いってると思いますよ。本当ですか。うん、わかりました。じゃあいいですか早速。はい、それでは一組目の方々お願いします。お願いします。あれちょっと待って。あれ。あれ。ちょっと待ってよ。ああなるほどね。はい、なるほど。はい、なんかあの見覚えある方が2名いるんですけど。え、2名。私の中で2名いるんですけど。はい。2名。まずあんちゃん。はい、そうですね。1回撮影一緒にしましたよね。はい、で、男の子なんですけど。はい、私と直接面識はないんだけど、はい、何かの彼氏オーディションとかに出たことありますか。ねえ、あるよね。この子結構遊び人だな。
それじゃあ、どうしようかな、一人ずつ行こうかな。はい。それじゃあ、久保さんからまず自己紹介をお願いします。はい、久保龍平です。31歳です。で、会社員になってまして、住宅の設計をやっております。うん、趣味はサウナがよく一緒ですね。そして、で、アピールポイントではないんですけど、僕はバンバンザイさんのチャンネルをあんまり見てないんですけど、ミュージアムの顔は本当にすごい好きで、インスタをフォローしてて、それできっかけで応募させていただきました。一番良くないですか、バンバンザイとかあんま詳しくなくてみたいな。しかも年上っていうね。確かに。うん。うん、なるほど。ちなみに、ミュウさんの好きなところとかって？顔です。うわー。ちょっと嬉しい。嬉しい。嬉しいわ。もっと聞いてたほうがいい。確かに確かに。あと、みゆさんへの思いとかをなんかちょっと簡潔に伝えてくれたら。そうですね。そうですね。もしご縁があってお付き合いできるようであれば、僕は本当にこう、浮気とか全く心配することのないぐらいずっと好きでいられるので、そこは一番のアピールポイントだと思います。しかも、アピールポイントに浮気の心配がないほど犬みたいに懐きますって。犬みたいに、犬、あなたの大好きなワード、犬みたい。私の犬みたいな。気になるね。一番長くお付き合いしたのはどれぐらいですか？長く付き合ったのは2年半ぐらい付き合いましたね。同棲をしたんですけど、最終的に浮気をされて振られて。あ、なるほど。あの、これ言っとくと、まず1回浮気された人って浮気の心配ほぼない。あ、結構そのされた方の気持ちわかるから、本当に安心で。なるほど。とりあえず大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の方、自己紹介をお願いします。ベルです。8歳です。小学3年生です。あら、小学3年生。バンバンザイ好きなの？ほんと？かわいいね。ちなみにサオリンのオーディションに行きましたよね。あ、サオリンから私になったのかな。なったらしいですよ。なったんですよ。まあ、ちょうどならない、ならない。そうだよね、はい。かなり入念な打ち合わせされてるとかではないよね。大丈夫。8歳なのに、そこに来てるなんて、結構な決意はある。そうだよね。そうだよね。みゆちゃんのどこが好きなの？いっぱい食べるとこ。わー、見てるね。嬉しい。めっちゃ。ありがとう。なんか、みゆに言いたいこととかあるかな？ないよね。やっぱ男は体一つで伝えろってことなんだよ。じゃあさ、あの、みゆちゃんと一緒に住める？あ、住める。一緒に寝れる？でもさ、もうタオル見てくるから。うん、そうだよね。 CDF の、CDF は、え、そうなの？え、じゃあ本当にバンバンザイがママ？ママじゃあもうママも公認。あ、いいんですか？見たなら見たなら親決定権。確かに親公認だったら嬉しいな。いや、そうだね。そっかそっか。でも私結構連絡最近取りたい人なんだけど、連絡すぐ返せる？好きだよって言ったらなんて返してくれるの？好きだとか。かわいい。一番いいかもしれない。ミユは本当年下のね。ちょっとね、年下の人がすごいあの興味はあるんだけど、ちょっとね、一桁台の年齢は初めて。確かにね、8歳ですからね。そうだね。え、じゃあさ、デートするってなったらどこ行きたい？お寿司とか食べに行きたい。うわー、出す出す。お寿司出す出す、出しますよ、私が。お寿司ね。いや、いいじゃないですか。わあ、なるほど、てるくん。はい。なんか会えて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の方、はい、自己紹介をお願いします。北海道紋別市出身の伊藤くん。わかります？紋別市。わかります。そうね、人口2万人ぐらいしかいないところから、友達が同じ専門学校に通ってたらしいんです。札幌。あ、そうなんですか。それで見始めて、まあ、とにかく顔が可愛いってことで、今回応募させてもらったんですけど、ちょっとあの、今回こう決まって、ちょっとみゆちゃんの好きなものをちょっと調べて持ってきました。ポイント高いんじゃん。ちょっと嬉しい。あの、動画見あさってコーンフレークと、好きです。ありがとうございます。これを持ってきたんです。ありがとうございます。いただきます。あと、ちょっとあの、ギシ君に謝りたいことがあって。
はい、でしたら個人チャンネルでなんか社員募集しますみたいな、はいはいはい、で僕応募したんですよ、はい、ちょっと本当の理由はみゆちゃんのお近づきになりたかったから、あらあーよかったです、連絡返とか返さなくてそうなんか確かに不純な動きだったんですけど、まあ、それぐらい大好きだなっていう思いがあって、でも意思はね伝わりますね、僕を利用してでもお近づきになると、うん、飲みは好きですか？飲みがめっちゃ好きなんですよ、なんで危ないんじゃないめっちゃ好きなの危ないんじゃないか、めちゃめちゃ好きな理由がやっぱりあのコミュニケーションを取りたいなと思ってて、うもういざみゆちゃんと付き合ったらもうみゆちゃんとしか飲み行かないなっていう、本当かな、ぎしくんは危ないんでぎしくんたちといけないなって、はい、ちょっとぎしくんに似てます、ちょっと思います、あの飲みイコールコミュニケーションっていう考えは、はい、リーダー系の人に多いんですけど、なんかちょっと同じ匂いするんで、あのちょっと危ないかもしれない、うん、ちょっと危ないかもしれない、だからまあよく言うと仕事が好きってことですね、そうですね、そうですね、仕事はめっちゃなんか将来性はあの、うん、生活とかも決まってするかもしれない、うん、確かに企業系が向いてそうな、うん、はい、そうですね、営業代理店のフランチャイズオーナーさんですからね、へ、うん、ね、この若さですごいね、え、寝るときはあの牛スタイ派ですか、お前のでしょお前のでしょみたいな、じゃあ必要だからみゆちゃんに、確かに確かに、まあ、牛したい派ですね僕は、なんか気づいたら牛しちゃってるタイプ、いや危なくないこの人ずっと発言が発言がなくない、そうね、あの、まあ、全部詰め込むと、うん、あの飲み大好きで気づいたら牛しちゃってる、うん、そこだけ聞いても結構危ないタイプだね、ありがとうございます、ありがとうございます、それでは次の方自己紹介をよろしくお願いします、はい、みゆちゃんのスキピーあんちゃんです、役ね、役ね、あんちゃん役、スキピ役のあんちゃん、本名、はい、安藤優です、絶対嘘でしょ、いや、絶対嘘でしょ、あの動画をきっかけに好きになってくれたんじゃないですか、いや、帰るの早かったよ、彼は、いや、じゃあ気に使ってくれたんじゃないですか、あの後めっちゃ動画いろいろ見て、すごく面白くて、優しい方なんだなって、それで、で、好きだなってなった、はい、ちょっとスキピから彼氏になりたい、あ、うん、ー、なるほど、でも4名の中で一番距離感がなんか敬語も使わず、うん、確かに好きになったな、いや、そんなさ、ね、そんな色仕掛けしないからそうね、それであ、なるほどね、しかもね、趣味バイクって書いてるんで、確かに皆さんお似合いじゃないですか、いや、あれちょっとあれ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 いや、私がありもんなるほど、結婚してた、はい、あ、そうか、そうか、すいません、結婚してた、ちなみに本当に選んだら本当に付き合ってくれるの、はい、もちろん、嘘つけ、絶対呼ばれてきたよ、いや、違う違う違う本当に、違う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 絶対付き合ってくれるんだ、違う、もしね、もしもだよ、結構あの、ゆうくんに関しては多分違うと思ってね、あー、なるほどね、だから、もしも私が本気で、じゃあお付き合いお願いしますって言った時に、え、俺、呼ばれた側なのにとかなったら、あー、嫌だなと思って、俺らのキャスティングのせいで来てしまった可能性がないか、確かにこれで彼女行ったらめっちゃいいものもすごい感情なので、うん、やばいナイスナイス大丈夫ですか、はい、大丈夫です、じゃあまあ改めて4人なんか、うん、後から聞いとけばよかったなってこととかはあります、どれぐらいお付き合いしたいのかなっていう、あー、なるほどね、あのちょっとなんか一言だけ告白してほしいなみたいな感じは、はい、それじゃあ久保さんからお願いします、はい、すごく大好きです、付き合ってください。キュッときました。ちなみに久保さんお酒好きですか？好きです。おお、じゃあみんな好きなんだ。あ、でもデレ君結構好きそう。デレ君飲めないけど。飲んでも顔変わんなさそう。じゃあテル君。ありがとう。よかった。ありがとう。いけそう。うん。握力がメジャー。力強い人好き。よかった。ごめんね。怖い。え？テル君のテレビ上。え、本当だ。とアイス2つだ。え、ありがとう。めっちゃ嬉しい。ありがとう。本当に嬉しい。確かに、だってさ、もうカバンとかにこれつけてたら、うん、あ、男いるんだ、やめとこってその先生の意味を兼ねて、男とかじゃなくて、彼氏と思うってこと、そうそうそう、確かに確かに、しかもテレビジョンの表紙も飾ってる人だったみたいになっちゃうもんね、そう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 、確かにね、ありがとう、嬉しいです、それじゃあ、伊藤さん、はい、なんかいつも人の幸せですごい嬉しく思ってるみゆちゃんと、そんなみゆちゃんを幸せにしたいです、付き合ってください、
じゃあ、はい、めっちゃ考えてる。でも、そうですね、あの時お会いしてから、そのいろいろ動画とか見たりして、フィーリングがめっちゃ合いそうだなって思って、うん、好きなものとかも一緒だし、お付き合いできたらすごく楽しい感じでいけるんじゃないかなと思うので、よかったら付き合ってほしいです。お願いします。久々なんか目の前で告白聞くんですけど、確かにね、あんまない、そんなこともないよ。超好き嫌いじゃないですか、ルナさんは。なんで。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。身長高い。ということで、一組目の方が終了しましたけど、どうでした、一組目。あー、すごい、あの、本当に本当にすごい、ちゃんとすごいでしょ。みんなスペック高い、うん、しかもなんか、うん、見た感じ結構ガツガツくる系苦手じゃん、うん、みんななんか一個置いてる、1個手前に置いてるよね。そこはうまい。ということで、一組目終了で、はい、続いては二組目に参りたいと思います。はい、はい、ということで、はい、早速二組目の方に移りたいと思います。はい、それでは二組目の方どうぞ。こんにちは。じゃあ、じゃあ、じゃあ、寝ます。ちょっと嘘でしょ。何がですか。ね、おかしいよ。何がですか。ちょっと、痩せてるよね。めっちゃ痩せてる。いや、痩せてるから多分めちゃめちゃ違うかもしれないよ。でもね、あのね、噂によると同じジム通ってるっぽいんだよね。噂じゃない、ちゃんとストーリー書いてる。それではお座りください。失礼します。失礼します。お願いします。お願いします。なんかさっきの人たちよりなんかいろいろ癖強い人たちが、まあ、なんかね、癖強そうなイメージ、はい、そうですね。じゃあということで、あの、左の方から自己紹介とアピールポイントよろしくお願いします。はい、名前は本を信じています。現在18歳で今年19になります。はい、で今は職業としてはフリーターなんですけど、昨年までは、バイクレースのスポーツ選手をやってました。すごい。僕のアピールポイントはとにかく明るくて基本的にネガティブを考えないんで、もうみゆちゃんのすごい動画とか見てても明るいところがすごい好きなんで応募しました。うわ、お願いします。お願いします。確かにすごい明るい感じで、ね、挨拶とかもちゃんとするし、うんうん、ちょっと今アピールポイント見たんですけど、うん、下ネタ大好きびっくりマークって書いてるんですよ。やったか。なんで言わなかったんだよ。どうせバレることを。ちなみにみゆの好きなところとかは、僕は動画でみゆちゃんの好きなところが、もう笑ってる時、爆笑しても手あげたりとか、なんか後ろひっくり返ったりしてるとか、もうすごい好きで、手こうやって叩いたりとかしてるとかも、かそこがもう好きすぎて、もうそこが最初一番惹かれました。笑顔が好きだ。笑顔ね、嬉しいですね。なんかあります？逆に聞きたいこととか。私結構ネガティブなんですけど、はい、家でなんか弱音とか吐いたりした時どうしてくれますか？大変ね。そう、僕はまず喋る前に雰囲気をなんとなくこう見て、喋りかけた方がいいのか、うん、ちょっと距離を置いた方がいいのかって見てから、うん、そこから少し話しかけて相談してっていう感じです。もう気も使える、はい、ね、18歳でそれは結構、ね、え、美容好きなんですか？好きです。中学生の頃にちょっと肌が荒れてて、うん、それを周りの友達とか知り合いがちょっと言われて、どうしても直したいと思って一から調べて、それこそみゆちゃんの子ちゃんとかでいろんな見たりとか、使いはしないですけど、なんか女性用のものとかも見たりとかはすごいしてる。だからね、やっぱ下ネタ大好きな中学生はその時期肌荒れますからね。生死中期ですね。死中期ですか。あんま面白くないですよ。結婚願望とかあるんですか？僕はすごいあります。結婚とかも正直なんか年齢とかそういう状況にもよると思うんですけど、僕はあんまり年齢とかタイミング考えずに、すごい魅力的な人とか、あ、もうこの人がいいって決めたらもうそのまま一直線にアピールしたいんで。一途そう。いや確かに。いや今ずっとこっちあの集中して聞いてたの。はい、ほんでみんなの顔見てみようと思って、いやちょっと忘れてた。聞いてないから。じゃあ今あのカメラで隠れてたの。うんうん、でめっちゃさ集中しちゃうやん、うん、下ネタ大好きとか言って、うん、顔見ててパッて見た時おったから。確かに確かに。はいはい、次。ま
はい、ありがとうございます。それじゃあ次の方、自己紹介とアピールポイントをよろしくお願いします。はい、名前は大輔です。今年で34歳になります。お仕事は、庭師をやってて、庭師、はい、で、まあ、アピールポイントとしては、まあ、正直めちゃくちゃその動画を見てるとかそういうのは正直あんまりないんですけど、まあ、逆にそれがこうピュアな気持ちになれるというか、あんまりこう奥深くを知らないっていう感じのところで、まあ、一人の女性としてこう見ることができるんじゃないかなと思ってます。はい、以上です。マジで珍しいよ、めっちゃ珍しいと思う。しかもなんか見た目とギャップが分かるね、そうだよねっていう。ちなみにプロフィールに書いてるんですけど、10年彼女なしで真剣に相手を欲しいと思ってる時にチャンスが来たらしいです。そうです。僕も10年近く彼女もいないので、まあもう34歳ですし、そろそろこう仕事の毎日なので、こう、まあ、残りの人生の最後の一ピースになっていただけたらと。はい、残りの人生早くね。もう応援をする人もね。でも一個ありますわ、はい、私北海道出身で、はい、ゆくゆくは北海道にちょっとあの結婚とかしたりしたら行きたいなと思ってるんですけど、はい、北海道とかにもし、あ、そこでもあの庭の仕事は自然があればできるので、あ、じゃあ北海道が庭さえあればみゆさんがどこに行ったってついてくよ。そう、庭さえあれば、庭さえあればもう北極とかになるときついてる。いや、ついてくる。大体のところじゃついてきてくれるんだ。そういう、あ、ありがとうございます。それじゃあ次の方、自己紹介とアピールポイントをお願いします。はい、名前が高橋ひろむです。で、年齢が24歳 で仕事が一応横浜でバーの店舗責任者をさせてもらっていて、まあ、アピールポイントとしてはその、まあ、僕自身バーで働いてるっていうのもあるので、まあ、その人の懐に入り込むのが得意っていうところとか、はい、まあ、あの動画を見てみゆさんなんかも結構そのいろんな方とコミュニケーション取られてると思うんで、まあ、そういったところで結構いい関係性を築けるんじゃないのかなっていうふうに思います。なるほど、はい、言いたいことありそうですけど、あれ、初めましてですか。初めましてです。あ、でも、本当ですか。誰と勘違いしてる。いや、なんかめっちゃ会ったことある気がしてた。みゆさんは大好きですからね。いやー、でもちょっとあの引っかかりますよ。いい関係になれるんじゃないかっていう感じが、やっぱなんかちょっとね、本気じゃないんじゃないかなみたいな。あ、まあ、やれたらラッキーみたいな感覚、うん、ではないですか。ではないですね、本気でもう愛してます。おい、やばいやばい、こうやってやばい、こうやってやばい。目死んでた。目死んでた。お願いします。わかんないけど、周りの人をこう自分にこうさ入れ込むのとか、うん、さっきも言ったけど懐に入りやすいルナがマジわかるから、うん、心配になりそうかも。ルナがもし彼女の立場になったら、うんうん、悪気なくても、うん、いろんな人に優しそう、そう、優しすぎて。確かに。あ、でもそこで言うと僕も彼女ができたら彼女一途なんで、そうです、もう他の女の子とかはもうちょっとって感じ。じゃあバーテンちょっとあの女の子が多いお店だからやめてほしいって言ったらどうします。もうやめます。オッケー。じゃあ人狼当ててください。いやー、癒しだと思うんだけど違うね。ちなみになんかみゆの好きなところとかあります、うん、してみてください。私告白ですか、はい、なんかもうちょっと感情を込めて。あ、感情を込めて、そうですね、まあそれで言うと、まあ、結婚したら北海道に帰りたいって言ってたじゃないですか、はい、あの北海道に帰りたいって言われたら僕も全然ついていきますし、仕事辞めてほしいって言われたら全然辞めますし、うん、一緒に住んでほしいって言われたら一緒に住むんで。じゃあなんか言わないとやってはくれないんですか。で、それで言うと、うん、あのみゆちゃんと一緒にしたいことは、うん、あのサウナに行って北海道で本場のジンギスカン食べたい。お金払わせる。違う違う違う。一緒にそれをやりたい。なるほどね、よかった、はい、よかった、よかった。どうですか。はい、いや、でもとても優しそうな。いや、そうですね、うん、だし結構人当たりいいから、うんうん、ありがとうございます。いいですね、私もフレンドリーな人の方が、はい、確かにいいと思うので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の方、自己紹介とアピールポイントをお願いします。ヤジです。25歳です。痩せすぎた。25だったんだ、ヤジくんって。あ、同い年で。あ、はい、25歳です。痩せたね。痩せました。痩せましたね。20キロほど。あ、すごい。過度な食事制限とかで痩せました。結構頑張ってるもんね、はい、うん、まあ、それこそみゆちゃんと同じジムで、うん、同じトレーナーさんにやってもらってました。そうだよね、あれなんで、はい、
あれマジでたまたまで。あ、そうなんだ。なんかそれも運命なのかなっていうのは、うんうん、感じてて。普段は、はい。普段はその東京で映像関係の仕事を。気になる。気になる。YouTuberで。あ、なるほどなるほど。まあ、カメラ撮ったりとか、いろいろやってます。なんで今日は応募してくれたんですか？いやー、まあ、その、まあ、初めて会ったのが、うん、まあ、2022年の12月1日なんですけど、うんうんうん、まあ、その頃からこう居心地がいいなって思ってて、その時から思ってで、まあ、いざこの彼氏オーディション開催されるってなった時に、やっぱミュウは誰にも取られたくねえなっていう気持ち。そうだよ、この人この人嘘つきなんですけど、これが恋なんだなって、うんうん、で、思ってくれてるってことですからね。いや、本当に応募しました。あー、なるほど、はい、ありがとう。なんか、いろいろ聞きたいことがあるんですけど、うん、はい、夜のお店とか行ったりします？あ、これが本当に行かなくて。あ、はい、ま、その、今、たまたまその、うん、楽屋でお酒飲む人がいて、一緒に飲んじゃっててみたいな。え、お酒飲んだの？はい、今こんな感じで。ダイエット中なのに？ダイエット中なのに。あ、意識低い人は私無理なんですよ。あー、でもその付き合いがあって。いや、どこがさっき出会った人でしょ。楽屋でちょっと会ったんですけど。あー、なるほどね。まあ、でもその普段はお酒飲まないですよ、全く。だから顔赤いんですか？はい、ヤジってお酒マジで弱い。あ、そうなんだ。そうなんです、だから夜のお店にも行かないですし、まあ、こんなん言ってもなんかちょっと信頼されるかわかんないですけど、お泣き2年したことあります。すごっ、はい、え、すごいすごい、ちゃんとその理性がはっきりしてるという。2年は結構すごいと思う、うん、あとなんかここまで宣言してちゃんと痩せれるって、うん、やっぱね、信念が、そう思ってるよね。確かに、うん、20キロも65日くらいですね。すごっ、20キロガチで、はい、あと TikTok でもコツコツで、あ、そうです、毎日ありがとうございます。そうなんだ、はい、え、じゃあルナがね、今ね、あの、結婚されてますけど、あの、じゃあ独身だとして、うん、ルナにもし、ちょっと夜一緒に遊ぼうよって言われたら？いや、俺にはミユがいるから。言えんのか、そこは揺らぎそうだもん、絶対。本当に言えます。嘘だよ。はい、はい、じゃあもし、例えば、ヤジさんの、あの、ドタイプの AV 女優さんが、はい、います。そうね、はい、で、麻雀好きですよね。麻雀好きです。麻雀打ってる最中に、はい、足コロコロってされたら、ロウって言います。じゃあもう終わってちゃう。終わりじゃない。彼やばいですよ。いやでもちょっと本当にアビューポイントありました、ね、はい、実は、うん、僕とミユちゃんの相性がめちゃくちゃいいことが発覚したんですよ。え、何の相性？いや、これでもう本当彼氏オーディションがあるってなって、やっぱミユちゃんのこともっと知りたいと、うん、いっぱい調べさせてもらったんですけど、実は僕との相性がとても良くて、うん、MBTI が主人公ですよね。あ、そうです、はい、で僕が起業家なんですけど、あ、そうなんだ。すごい相性がいい、お互いに相性がいい関係で、うんうん、で、大型ですよね。A 型です。あの、変わったんですよ。変わった、あの、そう、あの、24年間 O だと思ってたんですけど、健康診断受けたら A 型って発覚した。さあ、どうする？まあ、だから A 型として相性いいですから。確かにね。え、でもマジで確か相性良かったっす。そうなんだ。 A 型女子と A 型男子、うんうん、で、お羊座です。あ、そうです、そうです、はい、お羊座ですよ、ね、うん、そう、と天秤座の相性なんですけど、うんうん、まあ、これもお羊座が火のエレメントっていうのを持ってるんですよ、うん、あ、そうなんですか。天秤座がこの風のエレメントっていうのを、お互いに相乗効果を持ち合わせて長く良い関係で付き合っていきたい。ほんとかい、めちゃくちゃ好きじゃん。めちゃくちゃ好きじゃん。まあ、A 型だけちょっとミスりましたよ、ね。まあ、でもでもでも、はい、でも肌も綺麗ですね。いや、めっちゃ肌綺麗。はい、ありがとう。いや、ね、赤ちゃんみたいな、うん、マジで可愛い。だから子供も結構可愛い。確かに先に捨ててるね。確かに、生まれそう、はい、子供は絶対可愛いと思う。なって思ってます。なるほど、はい、あともう一つ、あの、はい、衣装っていつも黄色じゃないですか。はい、もし付き合ったら多分そこ気にすると思うんですけど、確かにミユがバレたりとかね、デートで。そういうのって変えれるんですか？変えます。髪の毛とかも、あの、マッシュにできたりとか、ハットとかかぶったりとか。あ、マッシュにできたりとかできるんですか？あ、マッシュできますよ。伸ばせますか？できます。いや、プライドなさすぎる。ちょっと頑張りますよ。インスタも黄色で頑張って。そうだね。しかも一応ニット帽とかじゃなくてハットでいくんだ。普段黄
黄色だからこそ、うん、黄色じゃない時に絶対バレない自信がある。確かに。いや、それでかいよね。確かに。結構いいかもしれない。確かに。ありがとうございます。大丈夫です、私は。あ、もう大丈夫ですか、はい、大丈夫です。わかりました。最後なんか、アピールとか、最後に言いたいことあったら、左の方から。はい。今も他の人の話聞いてる時も笑ったりとか笑顔とかリアクションがもうすごい好きで、もうずっとめちゃんのこと見てたんですけど、もうすごい惹かれて、はい、なので気持ちはすごいまっすぐなのでお願いします。お願いします。ありがとうございます。そこそこだ。はい、じゃあ、今日初めて対面してみて、まあ、僕も特殊な仕事をしてるので少し印象には残ったかなと思います、はい、なんでまあ10年ぐらい彼女がいないので、まあぜひチャンスをいただけたのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、誰にも負けないぐらいみゆちゃんのことが大好きです。よろしくお願いします。進めないんだよ、この人ずっと。この人ずっと進めないんだよ。でもありがとう。ありがとう。いや、ちょっと待って、最後にちょっともう終わりかと思って、最後ちょっと1分くらいだけちょっと時間もらえて、全然さっきの相性の話の続きで、そんなにいたって、その占いに行ってきたんですよ。このためのために、そのために、の人がどうなのかっていうのを占ってもらって、はい、うん、その映像がちょっと1分くらいあるので見ていただいてもいいですか。ぜひ。ちょっと見たい。いいですか。すいません。黄色いです。黄色も黄色い。食べ物も全部黄色だったですね。確かに。じゃあ1分くらいの、本当の占い師。あ、占いで、はい、タロット占い。いきます。お願いします。お願いします。違うみたい。運命の人で占ってもらえたりするんですか。いきますよ。じゃあ占ってみますね。寸劇画角みたいな。こちらが恋人の正位置のカードですね。もしかしたら運命の人が現れるであるとか、恋愛を楽しむ準備が整ったということかもしれないです。もう1枚目はね、うん、いいですね、うん、こちらが運命の輪の正位置です。人生において状況が大きく変わることを意味するカードなので、もしかしたら本当に運命の人が近くに現れているのかもしれないです。おー、いいじゃないですか。これもいい。ミュートはまだわかんない。わかんないね。え、ミューの聖地です。ミューの聖地ですよ。ミューの聖地です。タロットがミューの顔見せてる。終わりやすい。あー、なるほど。多分だけどこのタロットの人は、うん、絶対キャスティングかな。そうだね、うん、占いに行った結果、うんうん、その運命のカードがミユの正位置で出たんで、いや、すごい、はい、運命の人かなっていうのは、うん、まあ、占い師の方が言ってただけなんで、まあまあまあ、うん、でも聞いたことないですからね、タロットでミユ出てくるって相当運命だと思うけどね、うん、俺は。確かに。いや、なんかぶっ飛びすぎて真面目になってる。逆に好感度上がってんだ、3人が。いや、親父ちゃんと喋るごとに、うん、その3人組が、うん、本当にちゃんとしてる。確かにね。いやー、面白い。はい、はい、ということで、みゆさんから最後に言いたいことは大丈夫ですか。はい、大体わかりました。わかりました。はい、ということで、2組目の方々ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。コミ売ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、いや、ちょっとどうでした、2組目の。いや、でもヤジ君のおかげで、ルナも言ってたけど、3人の好感度みたいなのが上がったかなって感じは、うん、確かにね、あったね、うん、でも楽しそうだけどね、ヤジ君って。まあ ね、 ね、 そうね、なんかマジで浮気とかしなさそう。マジでしなさそうって思う、うん、まあちょっとヤジよりもね、ちょっと心配だったのがね、あのバーテインの高橋ひろむ君。そうだね、この子ちょっとあれに似てなかった、ね、ハン君。違う違う違う、あのヤジ君の、待ってよ、ちょっと似てない。違う、あっちの方似てる。あ、分かったよ。あ、そう、あ、そう、ハン君。それだ、ハン君の方がそっくりすぎて、もうしゃべり方とか、あの、ジェシとかも、ヤジ君と隣おるからか、うん、分からんけど、めっちゃタアップ。この服装もちょっとタアップっぽいぽい。なんか、おもろいね。絶対一組に一人はなんか仕込みだろ、この人みたいな人いるの。まあ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 、
いやでも面白い。それじゃあ2組目終了いたしました。はい、続いては3組目に参りたいと思います。はい、ということで続いて3組目でございます。はい、どうですか、緊張とかほぐれました？そうですね、でも次はちょっとだけ1組目みたいな雰囲気だとすごい。あー、なるほどね。うん、はいはい。じゃあ早速3組目の方々に来てもらえますか。はい、3組目の方よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。お願いし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 ます。めっちゃ好きで一緒にお酒飲みです。あー、ありがとうございます。で、ミユさんへの愛は後で伝えさせていただけるんです。おー、後で。なんだ。まず今21歳で俳優やってます。木村桜介です。桜助で桜介って呼びます。はい、で、普段は、映像系ドラマとか映画とか出させてもらってて、で、最近だと関西の方のテレビ CM とかに出させていただいてます。もともとラグビーやってたので、まあ、結構ムキムキし、おお。で、アピールポイントといたしましては、自分はまあ駆け引きとかなく ストレートに気持ちを伝えるタイプで、そうですね、伝えるタイプで、はい、大好きです。はい、ストレートだ。ストレートね、本当にストレートだ。よろしくお願いします。お願いします。結構フレッシュだ。いや、そうですね、21歳でまだ若いですからね。うん、182センチも身長がある。へぇ、本当だ。ちなみにミユの好きなところとかはどういうところが好きなんですか？自分はお姉さんめっちゃ好きで、年上のお姉さんにあんまりタイタイプなんですけど、ゲシ君とのこの下りの時はいじられみたいなのあると思うんですけど、そこをなんか結構余裕な感じでかわすというか、そういうなんかちょっとお姉さんやなっていうところがやっぱすごい好きですね。じゃあ甘えたい人なんですか？めっちゃ甘えたいです。あー、なるほどね。ストレートで甘えたい。いや、そうだね。なるほど。なんかありますか？いや、まあ、今見た感じなんですけど、まあ、男らしいってさっき自分でも言ってたんですけど、ホムドットのヒューガ君に似てるとよく言われます。あー、確かに目だ、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 これ何回も言うか、こっち側で一緒に審査してるやっぱ似てるんですね、嬉しいです、まあ、ちょっとこんな時に申し訳ないんですけど、大輔君、あのですね、以前ヘラヘラ三重師の彼氏オーディションに過去出演した。旦那候補を真剣にオーディションしてる映像が、はい、落ちたからってこっち来んなよ。そんなことないです。何なの？今はサオリンじゃなく私が、いや、サオリンの時は僕結構動画見た時に、サオリン、やっぱお姉さんじゃないですか、うん、もいいなと思ってて、でも結局まあなくて、その後こうバンバンザー見てる時に、でももともとミュウちゃん推しだったんですよ。結構僕の友達ではルナちゃん推し多いんですけど、僕ミユさん推しで、珍しい。俺は珍しいんだって今そうだったよね。まあ嬉しいですよ。そうです、それでって感じです。あー、なるほど、わかりました。もう大丈夫ですね、ミユさんからは何か。でもモテてるじゃないですか、女性に爆モテしてしまうところが。まあアピール、モテてるなら大丈夫じゃないですか。でもモテてるっていうのは別に自分の好きな人にモテてるとかじゃなくて、そのモテより僕は推しと付き合いたい、推しとこう仲良くなっていきたいっていうのがあるんで、他にモテてるとかは正直どうでもいいなと思ってます。ミュウちゃんにモテたいって感じですね。じゃあ浮気とかは絶対しないですね。かっこ悪くないですか？なんか浮気が悪いものっていうよりかは、浮気したら自分の価値が下がっちゃうなっていう方が多いですね。じゃあでもアピールポイントで、自分のバックモテしてしまうところですっていうアピールに入れるのは、実際そのモテてしまうのがいいと思ってるから入れる。古田さんって敏感なんですよ、そういうのに。すごく
けど、うん、一途っていうのが女の子好きじゃないですか。そう、あー、なるほど、そこをアピールしたかったなって。はい、わかりました。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃあ、2組目の方、自己紹介とアピールポイントよろしくお願いします。はい、本名は井上優と申します。で、今高円寺のバーで働いておりまして、うん、以前怪物くんの動画の時に西田に来ていただいた。そうですね、ポップアップも来て。あ、そうです。もうその数日後にポップアップがあって、ちょっと今暑かったんで来てないんですけど、今日一応持ってきてはいます。その時に買った西田の、はい、そうなんですよ。で、お店だと小雨っていう名前でやってるので、一応今日は小雨という形で出させていただこうと思います。はい、ちょっと先にお土産を。おお、おお、ありがとうございます。めっちゃ懐かしいなっていうのを、懐かしいミルクカステラ。うわー、嬉しい。うわ、懐かしいサイコロがあるんだけど、今売ってんだ。あ、売ってました。で、あと一つ、ルナさんに食べていただきたいキャラメルが1個だけ入ってまして、お二人は知ってるやつかと思うんですけど、これ、あ、それです。そうなんだ。これルナに、じゃあ、みーちゃんの彼氏になれば、うん、仲良くできそう。まあ、確かに、周りにも仲良くするみたいな感じの方ですよね。うん、あとは、これみーちゃん 見ない方がいいと思うけど、すっごい、今までの人よりアピールポイントとかの量がすっごい長い。いや、そう。そうなんだ。ちなみに、北海道出身ですもんね。あ、そうです。札幌出身です。そうなんですか。そうなんです。だから、札幌の、西区に住んでました。あ、そうなんですか。専門学校そちら辺でした。あ、専門が美容系のっていうのは見まして。あ、そうなんだ。料理とかは得意なんですか。です、めっちゃ美味しいです。そう、バーで、そう、イタリアンで8年ほど働いてまして、なのでイタリアン系は作れるんですけど、その他にデザートとか中華とかも作れるので、例えば誕生日の時とか買ってきたケーキじゃなくて、手作りのケーキをプレゼントとかも全然できますね。なんで逆になんでって感じなの。何でも来てくれた。そう、なんでなんだ。なんで応募したんですか。本当に、出会いがないのはもちろんなんですけど、コロナ禍で飲食が暇になってしまった時に、YouTube をそこから見始めるようになって、バンバンザイさんを見始めて、ギシ君とミュウちゃんの絡みだったり、ルナちゃんとギシ君の絡みだったりっていう、全体的な和やかな雰囲気がとても好きで、あとわー、ありがとうございます。言うことなしです。いや、言うことなしです。なしですよ、面接的に。それでは次の方、自己紹介とアピールポイントをお願いします。すいません、メモ見ながらでも。あ、もちろんです。すいません、頑張れよ。頑張れよ。メモを見ながら、メモを見ながら頑張れよ。煽ってるよ。名前は山田雅宏です。31歳で、出身は北海道の函館です。で、今は愛知に住んでまして、愛知 の自動車関係の会社で会社員をしています。あとは食べログ、自分今有料会員なんですけど、食べログ巡りとか。全然メモ見てない。めっちゃ思ってた。全然メモ見てない。めっちゃ思ってた。全然メモ見ない。次見よう。自分のアピールポイントは、はい、正直、今日皆さん見てビジュアルはもう全然なん、自分は全然なんですけど、中身は結構人としてのモラルはあると思ってまして、大事ですね。自分20歳の時にちょっと父いなくなっちゃったんですけど、そこですごい後悔して、そこからはなるべく後悔のない人生したいなっていうのを心がけてて、それ心がけても絶対後悔することあると思うんですけど、そうなった時にやらずに後悔じゃなくて、どっちかというとやっぱりやって後悔する方を選べば、次につながるなっていう、なんか成功までのプロセスにできるなっていうところを常に心がけるようにはしてます。みゆさんとはやって後悔したいってことですね。違います。やる意味が違います。笑顔が素敵ですね。食べログ巡りいいですよね。私も有料会員なんで、ちょっと嬉しいなと思って。食べログ巡りってちょっとあんま聞かない趣味でいいなって思っちゃう、なんかさ、おすすめのご飯屋さんあるって聞いた時にさ、すぐパンって出てくる人結構好きなんで。確かに。ちなみにみゆの好きなところとかなんかあります？メモ見ていいですか？はい。やっぱ誰が見ても、美人、誰が見ても本当に羨む美人だと思ってます。で、あとは、ちょっと見た目が、ギャルっぽいというか、やっぱ 今風の見た目なんですけど、正直ギャルっぽい人がすごい
きで一番今時の若めの感じが、うん、だけど動画とかいろんなの見てても相手に対しての言動とかをやっぱすごい配慮した、面白い時は面白いんですけどやっぱ心配とかすごい相手を気にしてるっていうのを感じて、ずっと一緒にいると普段の普通の日常も平和にで楽しく過ごせるのかなっていうのがすごい感じて、すごいいいなっていうのが自分が今ゆうさんに言ってることです。そう、あのまさひろさん、はい、ずっと目を見てくれるのよ、うん、もうなんかいいわ、目見ながら話すなるほどね、すごいいいですね。ゆうからなんか聞きたいことはもうないですか？うん、同性あり派ですか？あ、同性ですか？はい、あはい、全然。逆に同棲しないのもあれですか？まあ、相手次第だなと思ってます。あの、これも自分のちょっとポリシーというかあるんですけど、自分の意見は突き通したくないというか、あの、やっぱお互いのどんな顔で見てるなんか見られてる感じがしてて、なんか見られてるなっていうちょっと、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それじゃあ続いての方、自己紹介とアピールポイントをお願いします。はい、北海道札幌市からやってまいりました千葉優也と申します。まあ、あの世間に出てる名前は千葉リアンとして出てるんですけども、はい、まあ、今日は一旦その色眼鏡を置いていただいてですね、はい、もう本当にこのみゆちゃんの彼女か彼氏オーディションですね、はい、本当に俺僕一般応募できました。嘘だー本当です。本当に本当にあの Google フォームから入力して一般応募で、その後面接やってきました。本当？本当だ。知ってた？いや、そ、俺だからマジで知らなかった。え、知らなかった。はい、チマニアはマジで知らなかった。はい、なんかそういう感じで来たらちょっと寒いじゃないですか。だから僕はもう本当に彼氏オーディションとしてちょっとやらしくないの？彼氏オーディションとしてちゃんとやろうって思って、言うのがね、本当にあの面接してくださった方、はい、ずっとあの政府の人間ぐらい淡々としてた。なんでですか？いや、もう僕はですね、本当に今までずっと恋愛してこなくて、へー、はい、もう本当に恋愛したいなと思ってて矢先にこういうオーディションがあって、うん、かつ僕みゆちゃんと一緒で札幌出身なの、すごいそれで、今日お土産持ってきたんで、はい、その移動から、いや、ただ北海道3人かぶるんだよ。マジで北海道俺しかいないから、めっちゃ意気込んできたのに、バルサポーみたいな。僕からのお土産ですね。そのお土産も素晴らしいんですけど、やっぱり札幌のお土産といえばこれじゃないですか。うわー、これはそうだね。うわ、嬉しい。完全にペヤングの上位互換なんですよ。言うな言うな。確かに北海道さんからしたら、マジで ね、そう、このスープが美味しいんだよね。いや、美味しいね。わかるわ。そうなんですよ。まあ、そんなことで僕あの音楽の仕事をしておりまして、ちょっといろいろ私たちの会社の方もいろいろありましてですね、最近独立して一人の千葉優也、もう今日は千葉でなくてここにも書いてますけど、千葉優也として弁をしていきたいなと思ってご連絡をさせていただきました。あ、なるほど。じゃあ、あの一つ質問で、はい、あの表に出てるじゃないですか、はい、もし例えばみーちゃんと付き合ったってなったら、うん、公表をあし続けるのか、うんうん、いや、それはみゆちゃんがどうしたいかですよ。で、公表したくないと言ったら、うん、しないですよ。そんなもんじゃないですか、恋愛。恋愛だって、なんかルール追加すればそれほど幸せにならないんですよ。確かに確かに。なんかおじゃる丸理論で、まったり行った方がいいんですよ。トークうまいよね。そうなんだよね。楽しい話してて、うん、ここはもう面識あるんですよね。でも、ほとんどない。え、あ、そうなの？そう、全然ない。全然ないですね。もう3回くらいしか一回僕が、あの銀太君に詰められた時に、うん、あの初めてぐらいかな、うん、で、千葉にゃんがずっと慰めてくれたっていうのが、あー、優しい。この人、いい方なんだな。あの、ギッタとコラボ撮影しようって言われてて、で、ギシがちょっといろいろあって断ったら、うん、たまたま飲み会でバッティングしたときに、うん、このコラボ断ったって殺すってずっとベランダで詰められてて、やばいね。こっちが連絡をね、はい、で、俺一応レペゼン側じゃないですか、うん、で、もう初めて銀太に対してお前やからやと思って、ね、同情の余地一つもねえな
こいつと思ったから騎士がもうちょっとこんなんだったからあんまりだからもうちょっといいもうあいつ酔っ払ってるだけだから、うん、もう気にしなくていいしそのお前の前の仕事もあるから自分優先でやった方がいいよっていう話をさせていただいたことはありました。だからもう僕からしたらぜひとも付き合ってほしいぐらい、ね、いや本当にそうですね。ゆうちゃん札幌帰ろもういいけど名言東京怖いからもういいか、うんいやでもなんか嬉しかったです。こういう表に出てる方が自分のね、うん、あれだけに来てくれるって。そうだよね。そうだ、ありがとうございます。いやすごい。嬉しかったですね。それじゃあ最後にミウへの思いを一人ずつお願いしますか。はい、お願いします。はい。今日はまず会えて良かったです。でも、まあ、これで終わるとは思ってないので。僕はね、このあと例えば浅草でだったりとか飲みの方とかもしたいなと思ってて、うん、はい、甘えさせていただけたらなと思ってますはい、はい、好きです、はい、以上です。ありがとうございます。今日は参加させていただきありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ緊張して今全然頭には思い浮かんでないんですけど、最近のこちゃんで見てこうスキピと別れたお話をちょっと見させていただいたんですけども、なんか自己肯定感が低いっておっしゃってたんですけど、笑顔のみゆちゃんが好きなので常に一緒にいたら笑顔になっていただきたいんで、自ら自己肯定感を上げれるようなサポートをできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ちょっと面接の時でも話させてもらったんですけど、自分は、まあ、全然モテるタイプじゃないんで、まあ、さっき言ってた浮気の心配は絶対ないと思います、うん、はい、であと見た目こんな感じなんで結構ヘラヘラしてて頼りなさそうな感じなんですけど、どっちかというと尽くしたいタイプで引っ張りたい、さっき質問あったんですけどタイプだなと思っているので、まあ、ぜひそこら辺も踏まえた上でご検討いただけると嬉しいなと思うのでよろしくお願いします。ありがとうございます。本日はありがとうございました。またルナちゃん結婚おめでとうございます。そして騎士いつもありがとう。髪うるたいじゃん。まあね、この場を借りていろいろ言うことはできるんですけども、僕は一つだけ言っておきたいことだけしかなくて、あくまでみゆちゃんが幸せならそれでいいなと思って、うわ、だからみゆちゃんとやりたいこともやりたいし、もう緊張してるかもしれない僕緊張しすぎてあそこでずっとチューハイ飲んでたんですよ。あ、そういうお酒飲んでたんですよ。ヤシが被害者だったわ。意外とこう見て上がり症なんで、そこだけはちょっと多めに見てほしいんですけども、はい、まあ本当によろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、ちなみに僕今バイクの免許取ってるんで、もし取ったら、はい、ホーネットで爆走できます。おお、ルナと一緒やん。後ろ乗れないですね。そうなんですね。来年までにもしかしたらお付き合いできたら、うん、来年のね、ちょっと9月ぐらいにはですね、ホーネットで、うん、強調するか、ね、ルナも撮ってるから。あ、そうですか。あ、本当ですか。どっちが先乗っけれるか。あ、今撮ってるんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、3組目の方々改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね、一番なんだ、唯一スーツだからね。マジでこれこの日のために日本一のタキシードコーディネーターに連絡して頼むから貸してくれって言って、青山まで取りに行ったんですよ。最高のタキシードを準備しますって言われたんですよ。可愛くないですかこれ。めっちゃ可愛い。え、だからそれを着てくるチャンネルさんが可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったよ。覚悟あったよ。癖が強いね、みんな。すごい。どうでした？いや、うん、なんかみんな違った。なんかね、全然色とりどりな方々でしたね、うん、でもなんか、ちむにゃんさんとちゃんと喋ったの初めてだったからさ。ちむにゃん面白いよね。あんなにいい人なんだと思って。いい人なんですよ。なんかインスタとかツイッターか、うん、ちょっとさ、怖そうでる、うん、最初はね。あとやっぱレペゼにいるっていうのでちょっと怖いイメージがあるよね。でもすごいガツガツ系なのかと思ってたから。超フレンドリーでいい方です、うん、ね、いい人だった。ということで、はい、3組目終了ということで、はい、続いてが最後の組になります。はい、お楽しみに。はい、ということで続いてが最後の組となっております。はい、どうですか、ちょっと意気込みっていうか最後に。そうですね、楽しみです。はい
はい、確かにね、もうこれ最後だから、はい、ちゃんといきますか。はい、それでは最後の組の方どうぞ。お願いします。まあなんか感じますよ。はいはいはい。なんか見たことある人が急に。はい。あと、右の方ですよね。はい。はいはいはい。まあまあまあ行きましょう行きましょう。え？じゃあ行きますね。私が仕切らせていただきます。はい。じゃあまず、羽田翔太さん。はい。自己紹介の方。はい。羽田翔太、28歳です。よろしくお願いします。お願いします。先日、食わず嫌いの MV に出せました。すいません協力してくださったのにめっちゃ申し訳ない。ごめんなさい。よろしくお願いします。めっちゃごめんなさい。雰囲気はちょっと変わってた。いや、ちょっと申し訳ないです。すいません。ありがとうございます。あ、どういうことです。ありがとうございます。で、なんで？いや、本当に好きで来た。あ、そうです。まあ、ちょっと2年前ぐらいからあまり YouTube とか僕は見ないんですけど、俳優をやっていて、今ちょっと TikTok とかで結構流れてることが多くて、答えかな。いつかお仕事したいなと思ってた矢先に前回だったんですよ。で、その前回お会いできて、で、まあ、でもそこから一個自分が会えたなぐらいで終わってた矢先に、インスタで彼氏募集を一緒にやりますみたいな、こんな奇跡があったんだよ、行くしかねえって言って思い立って、もうマネージャーにも言わずにまず応募してしまい、そう、昨日マネージャーに電話してちょっと何でやらせてください。行動力が行動力がありますよ。すごい。しかも28歳ですね。28です。はい。年上。はい。ただ結構ガキみたいな性格してるので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。すごい。なんかみゆちゃんのどういうところが好きだったか。悪く捉えないでほしいんですけど、昔ちょっとなんかやんちゃじゃないけど、そういったイメージの人がこう性差に変わるというか、そういった人がすごいタイプで、動画とか拝見してもすごいなんかまあ、年下なんですけど、お姉さんっぽくて、なんか年下のお姉さんっぽい人がめちゃめちゃ大好きで、2人だったので、すごいちょっと今割とドキドキしてます。お酒とかも好き。お酒めっちゃ好きで、自分一応その俳優業の他に自分で体操教室を経営してやってるんですけど、なので結構スタッフ連れて飲みに行ったりとかが多くて、飲み会も多いのでお酒は結構好きです。ああ、そうなんだ。はい。女の子がいることも全然ある？あ、ないんです。僕は本当に女性が悪くて、はいはい、過去4人付き合ってるんですけど、そのうちの3人が浮気されて終わってて、最後の1人はモラハラだったんですね、向こう。あげたプレゼントが目の前に捨てられるときは。うわー、じゃあ結構女は本当にないんですか？あ、女なくて、で、まあ、絡みも結構ずっと体育大とか行ってたので、今で俳優やっちゃってるんで、女性の絡みってのがなくて、そうなんだ。ずっと男とスタッフと。なんかありますか？もう大丈夫。あ、でも、はい、なんとなく翔太さんが分かりました、人柄が。ありがとうございます。じゃあ、ゆうきさん。はい。自己紹介の方お願いします。はい、志村ゆうきと申します。24歳、2000年の代なので、それみゆさんとは2つ下になる代ですね、はい。で、北海道札幌市出身で。そうなんだ。はい、以前、渋谷の手塚さんってところでみゆさんがバイトされて、ああ、渋谷のそこに一番初めのお客さんで。ああ、で、まあ、多分覚えていただいてないかなと思うんですけど。カウンターの席。あ、そうです、そうです。あ、覚えてますよ。はい、覚えてます。はい。で、職業は今、一応 IT 系の会社の経営をさせて。24歳なのにしっかりしてる。すごい。はい、よろしくお願いします。なぜ応募してくださったんですか？まず大事に、ものすごくファンっていうところがまず一つあるのと、あとは僕が東京に上京したのが2019年の、本当に3月なんです。そのタイミングでバンバン財産も開始されてっていうところで、僕と同じ時に来た人たちがこんなにすごいところまで行っているっていうのを見ながら、僕もすごいモチベーションになってやらせていただいてて、まあ、その中で地元も一緒なみゆさんが輝いて見えて、僕を見て応募させていただきました。そうなんだ。あれですか、ちょっと待ってください。何聞こうとするのか、熊子ちゃんじゃった。一旦戻ってきたとですか？あ、
そう、わかんない。あ、失礼しました。ごめんなさい。あの、聞きたいことがあって、はい、あのファンって言ってたじゃないですか。はい、あの多分 YouTube してる以上異性との絡みだったりとか、うん、やっぱり今後あると思うんですね。お付き合いをしてからそういうので嫉妬とか多分あると思うんですけど、そういうのも全然許せちゃうっていうか、その仕事理解はできる。そうですね、仕事っていうところで理解は全然、まあ、もちろんちょっと嫉妬しないすぎるのも良くないとは思うんですけど、はい、まあちゃんと連絡できればいいかなっていう。はい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 、はい、そうですね。他なんか言いたいことありますか？逆にね。逆に。あと書いたところだとバスケットボールもまあそこそこできますし、はい、髪の毛も多分岸君と似てる。うん、似てますよね、めっちゃ、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。次、たつきさん。はい。ちょっとあの写真があの。あれ違う写真の、私のとこすごい写真来てるんですけど、ちょっと違う人かもしれない。あ、そうですか、この人です。同じ髪の毛、違うかも。あ、違うか、すいません。こっちはすごいけど、こっちですか？あ、そっちですね、はい、はいはい、本当に、はい、これそっちです、はい、ちょっとそれはちょっとわからないですね。でも髪の毛、あ、まあ一応言ってきます。そうですね、はい、はい、じゃあ自己紹介の方お願いします。はい、山本たつきです。25歳になりました。愛知県から今日来まして、熊の製造関係で働いております。よろしくお願いします。お願いします。愛知なんですね。はい。もし例えばお付き合いしたら、はい、こっち来る予定とかあるんですか？まあ急に辞めていくのは自分の生活もあるので、はい、もちろん続けていく気持ちを常に持ちながら支えれたらいいなと思ってます。多分みゆちゃんって多分このお仕事今してるんで、すぐにその愛知行ったりとか、うん、まあ、最終的に北海道帰りたいっていう欲があるじゃないですか。その時にあの出てこれる覚悟っていうのってあるんですか？あります。美容が好きなんですって。はい、まあ、そうなんですか。もうちょっと焼けちゃってて、うん、あれですけど、美容とか筋トレとかサウナは好きで、うんうん、まあ、自分の自己肯定感とかそういうのを高めるのはとても好きなので、今それを一番軸に生活してます。肌綺麗ですね。綺麗ですね。あれちょっと待って、あれちょっと、何何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 本性というのはちょっとあんま難しいところなんで、あのー、もう一人、もう一つ変わりますか？どんな質問やねん。あ、一つ検証したいんで、ちょっとエアーでハイタッチしてもらっていいですか？あ、もちろんです。イエーイ、バイバイ、バシュー、バイバイ、バイバイ、ガーあっシューン、バーン、ツーリー、シューン、バーン、バーン、バギー、ドッキーバイクーザーゼスゴー、超絶怒涛のサウナ、サウナを愛しサウナに愛された男、そしてミュウちゃんを愛しミュウちゃんに愛されたい男、サジュリーヨーム、ボガン、もっとやめなさい。せっかく美人よかったのに。ほんとにジャルシティスバゴンドーナツバフン勝手に押すかんだ。イエーイ、ありがとうございます。え、待って、あの一つ聞いていいですか？はい。え、それ家で毎日一日なわけないです。僕はその理由にもつながるんですけど、みゆさんの笑顔がとにかく好きで、今笑顔じゃなくて悲鳴でした。これは笑顔だと思ってます。もうこの笑顔を見るためならどういう手でも使っても、いやいやいや、人を笑わせるのが好きなので。いやすごい。じゃあ例えばみゆちゃんのお母さんに挨拶行きます、はい、でみゆを笑わせることが好きなんですって言った時に、うん、普段どんなことでみゆを笑うのとかするんですか？いや別に笑いの角度はいろいろあると思ってまして、はいはいはい、例えばまあそのなんか一発芸やれっていうのが結構苦手なんですけど、うん、話の流れとかから結構笑いを生むのが好きだったりとか、仕込みやり系が、そうですね、あとはあの、まあ、自炊とかもするので、
それご飯を作って、で、美味しいとかって言ってくれたら、やっぱそれも笑顔の一つかなと思って、はい、あー、なるほど。いろんな角度があるかなって思ってます。いや、すごい癖が強いですよね。あ、でもなんかすごい楽しそうじゃないですね。私、アウトドアなんですね。そうですね、うん、結構海外旅行とかも好きで、そちらの写真はスイスこの前年末年始行ってきた時ですけど、うん、めちゃくちゃ自然好きなので、本当にめちゃくちゃおすすめです。なんか多趣味ですね、割と、うん、いっぱいね、うん、でもなんか本当に元気な人ってなんか人生を楽しんでるって感じがする、うん、楽しそう、めっちゃ。ちなみに私と付き合ったらしたいこととかってしたいことですか？一番はでもやっぱり自分が5カ国これまで回ってきたんですけど、シティ系だったりとか、スイスとかの自然系もそうですし、見たことないところに行ったりとか、日程だけこの日はこの国に行くって決めて、もう練り歩いてここの店いいんじゃないって入るのとかがすごい好きなので、その場で本当ノリで楽しんでいけたらとても楽しい日々になると思うので、よろしくお願いします。笑顔だな、なんかずっとここでキラキラしてがつられちゃうね、笑顔が。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、先生、はい、まあ、いろいろありましたけど、はい、次のこといきますか。はい、りょうたさんです。はい、ホスとか何かですか？あの、自己紹介の方。昔やんちゃしました、山岸りょうたです。あんまり、はい、この中にいる、まあ、人のギャグパクったりしてるやつとかよりは、はい、俺強いと思うんで、はい、ミュウさんやらせてください。あの、ブレイキングダウンじゃないですか、ここは。うん、そうね、うん、山岸りょうたです。はい、お願いします。一つはいいですか？はい、あの、メガネ外さないんですかね？まあ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 、いいですけど。あ、いいですけど、外してもらっていいですか？はい急に可愛らしい顔が出てきましたね。そうですよね、うん、はい、なんかアピールとかありますかね？そうですね、僕、まずミュウさんと同じ北海道っていうのと、うん、同い年っていうのが結構でかいと思って、うん、で、僕、大学生の時とかずっとバーテンやってたりとか、うん、まあ、コミュニケーション能力は結構長けてる方で、まあ、ミュウさんと、まあ、何回か地元で遊んだこともあって、そうですね、はい、一番の理解者なんじゃないかなっていうふうに思って今回、うん、応募させていただきました。はいはい、じゃあ、まあ、一個質問なんですけど、間違ってなければ今スキピーがいるみたいなことを噂で聞いたんですけど、はい、まあ、ここに来たっていうことは、私がもしも OK を出した場合、その今のスキピーを捨ててまでも私のところに来れますか？何ですか？何なんですか？答ってください。うん。答ってください。そんな初めてですか？もうじゃあ聞こうことないじゃないですか。まあ、そうですね。そうそう、じゃあ、うん。はい、まあ、一応ね、なんか行った方がいいのかなって思って、最後の一面だけ枠を余しといたって感じです。あ、なるほど、なるほど。枠が余っちゃったんじゃなくて、余しといたよ。余しといたよ。あ、なるほど。しかも隣が癖強すぎて、確かにめっちゃピンって見えます。めちゃくちゃやりづらかった。俺もしも何言おうかなでも気になって顔を覗き込んでちょいちょいちょいでこの対局で見れたなるほど、あ、ありがとうございます、山岸さん。うん、なんか最後に、そうですね、最後一言愛を伝えてもらったら、本当に拝見して、本当このちょっとのあれなんか僕も出し切れるところ出せてないんで、うん、人見知りなところもあるんで、なのでちょっともう一回多分選ばれれば最終面接があると思うので、そこでもちょっとアピールできたらなと。本当にちょっと一口でいいから食べていただいて、うん、おー、はい、あの、言わずにできました、はい、で、絶対僕財政にさせるのでよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとチャラい説あるね。どこで感じたの？ただで来る感じ、ね、あ、なるほどね。はい、お願いします。あの、僕もおっしゃられたように、あの、まだまだ伝えられてないところもたくさんあるので、ぜひ僕のことを選んでいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、もうほぼありのままの自分を見せたと思いますので、はい、これをしっかり好きになってもらえたらなと思います。一から始めていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫かな、同じ感じさせられたりしない？やっぱり僕が一番の理解者だと思ってますし、まあ、友達関係は多かったんですけど、まあ、付き合ったこととかはないんで、まあ、僕の付き合った時の変わりようとかも楽しみにしていただきたいですし、まあ、ほんのちょっとでいいからチンコ食べていただきたいなっていうあの部分もありまして。あ、あんたこれいいんですか、スキピー見たら。じゃあ私なんかあの、もう今決めちゃってもいいですか？はい、山岸さん。無理です。じゃあいいから、はいはい、よろしくお願いします。いや違うのよ。まあまあ、あの人は置いといて、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、こっからあのもう今4回、はい、皆さんに来てもらったんですけど、この中から
選ばれるということで、はい、一旦退出をしてもらって、はい、ちょっと考えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ナイスです！ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい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 。あなた。みんな良かったっすね。うん、とってもいい人でしたね。で、私、山岸亮太に決めようかな。そんな人いたんですか。うん、なんか一番最後だったんですけど、一番印象に残ったっていうか。でも、すごい度胸ありますよね、スキピーながら来るって。なんか、今のスキピー捨ててでも私のところに来たいって言ってって、さっき。やっぱ内緒にしてくれたらいいんじゃないですか。誰がやるか。なるほど、4週終わりましたけど、はい、もうこれでみゆちゃんの彼氏に立候補してる人たちは全員登場してもらいます、はい、そうですね、はい、もうその4人の中で1人っていうのはもう絞れてる、それぞれのグループで。全然まだ絞れてないんだ。絞れてないかな。でも1人だけもうちょっと聞いてみたいなって人はいた。3か、3人か。気になる人に1回丸をつけてさ。8人か、16人か、17人か、全員やないかーって。じゃあまあこの中でゆっくりね、うん、決めていただいて。そうですね、はい、4人に厳選していただこうと思います。はい、それじゃあ最終結果までお楽しみに。はい、ということで、はい、準備の方できましたんで、はい、まあ最終選考結構すんなり決められました。いや悩みましたね、結構2人にも意見聞いたりして。まあ、本当全員が素敵だったじゃん、うん、全員ちょっと時間も短かったし全然分からなかったんですけど、その中でも、あ、もうちょっと話してみようかなみたいな、おちょっと興味あるなみたいな人を4名選びました。はい、はいはい、ということで、はい、お呼びします。はい、最終選考の方々どうぞ。お願いします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 。いいね、あれ写真とちょっと違ったかもしれない。ちょっとね、写真より痩せてた。写真より痩せてました。はい、ということでですね、はい、改めまして、うん、最終選考の方々ということで、はい、まあ、ちょっと最後にみゆ、うん、さんのことを改めてアピールみたいな感じをしてもらって、うん、で、みゆさんが最後全員呼んでもらって、はい、友達からスタートしたいっていう方をちょっと見つけていただければなと思います。はい、お座りください。失礼します。逆にこの選んだ4人にみゆさんが聞きたいこととか。そうですね、じゃあ翔太さん、はい、多分最後のブロック、はい、はい、自分を伝えきれなかったというふうにおっしゃってたんで、はい、なんかもうちょっと自己アピールをしていただきたいなと思って、はい、思いまして。はい、分かりました。そうですね、なんか最近ハマってることとか。はい、うん、なるほど。最近ハマってるのは、僕イチゴタルトめっちゃ好きで。甘党ですか。甘党、なんかちょっとなんていうんだろう和菓子はそんな得意じゃないんですけど、ケーキ類が結構食べれたりとかして、好きなんです。で、だからイチゴタルト結構いろんなとこ食べに行ったりとか、美味しいと思うところしか行かなかったりするので、なんかそこに結構行ったりとか。最近だと今ちょっと他の別件で大阪にちょっと仕事で行ってて、まあ、ちょっと大阪の方でなんか美味しいものを食べて息抜きしたりとかっていうのが最近ハマってることかな。例えば私ドライブめっちゃ好きなんですけど、はいはいはい、免許持ってて結構運転もします。お、いいですね。僕結構アウトドアで、基本的に家にいるのが、まあ、嫌いではないんですけど、うん、外に行きたがる人なので、うん、なんかぜひなんかあれば一緒にどっか行ったりとか、それこそ車じゃなくてもなんかいろんなところ行けたらなってすごい思います。お、ありがとうございます。はい、余裕のなさが真ん中の2人だけで出てて、ちょっとね、一番だけ就活サバイバルみたいな感じの顔つきなんですよね。真ん中の2人だけずっとこうやって顔みたいな感じで。そうそう。じゃあ、ヤジさん。はい、はい、ヤジさんは、まあ、残した理由としては、はい、忘れられなかったってだけなんですけど。僕もです。そうですね、なんか、はい、私と付き合ったらやってみたいこととか、やってみたいこと、したいこととか、したいこと、いいんですか、そんなやってみたい、まあ、いいんじゃないですか。まあ、何でもいいですよ。いいんですか。うん、わあ、そうですね、まあ、警察官のコスプレになっていただいて、で、僕が囚人みたいな設定は、はい、とてもいいかなって思います。M ですか。
そっちじゃないです。そっちじゃないです。そこが森さん。そこじゃないです。感度下がるよね。すいません、ちょっとごめんなさい。いやもうでも本当にお付き合いしたら、うん、まあ、もちろん車も運転できますし、はい、で先ほどのちょっと訂正だけさせていただきたいんですけど、はい、あの A 型女子との相性も見てきまして、はい、あの待ち時間、はい、A 型女子と A 型男子の方が相性も良かったと。本当だ、はい、大型女子より本当なんですよ、じゃあ相性いいんですね、はい、で、キャンプがとても得意でして、で、もともとボーイスカウトとかもやってましたので、キャンプのことはお任せいただければなと思います。いいですね、はい、好きなんで、顔にツルツル、ね、顔やばいよね、はい、いいものばかり食べてます。体にいいものしか食べてません。はい、2人は友達なわけじゃん、うん、どう？いやでもなんか実際付き合ったら浮気とかはしなさそう、うん、本当にしない、うん、本当にしないです。したことはありません。したことはありません、はい、したことは今後もないと自信を持って。したことない、したことないです。しようと思ったこともないですよ、うん、なんか含んでますね、ずっと ね、なんか含んだ意味なんか炎上した時を、うん、いやいやいや、そんなことはない。ちょ、多分さっきのヤニが詰まってますわ。汚いな。ヤニが詰まってます。本当にまっすぐで、まあ、ダイエットも見ていただいても分かる通り、一度決めたら曲げない性格ですので、そこの評価をいただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、千葉優也さん。千葉優也さん、千葉優也さんは、うん、もう同じ理由でちょっと忘れられなかったんで最初に呼んでみたんですけど、はい、はい、それだけですか？え、俺地元が一緒のだけで最終になったの。嘘でしょ。いや、優しいなと思って。じゃあもう同じ質問なんですけど、うん、私と付き合ったらしたいことは何ですか？でもさっきドライブ好きって言ってたんですか？あ、はい、そうです。俺もともと車屋なんですよ。いや、そんなキラキラそんなキラキラしてガチで、もともと本当にネットトヨタで働いてた人なんで。そんなに、そうなんだ。車超好きで、で今も本当に今中免取ってるんで、うん、ホーネット。ああ、なるほど。バイクか。いやだから結局この場で結局俺こんだけ幸せできるよとか、だから言ったって結局フェイクなんですよ。うん、で結局ホーネットに乗れば全てわかるっていう。本当もうバイクに乗ったすべてでしょ。ああ、なるほど。吊り橋効果で結局僕のこと好きになってくれるなと思います。ああ、なるほど。でもハンドル握るの僕なんで。確かに。ちょっと乗ってみたくなっちゃうじゃん、バイクの後ろに。僕絶対ホーネット買うんだよ。バイクの色も緑ですか？いや、ちょっと今悩み中です。でもホーネット、うん、うまい。で、それでバイク乗って、なんか、どこに行く？やっぱり北海道をツーリングしたいなと思ってて。あー、でも、やだな、北海道。じゃあ、北海道以外で。え、だからどこに行きたい？都内だったら。都内だったら、秋川渓谷とか。あ、そっちね。西東京。どこ連れてってくれるんですか？いや、ホーネットに乗ったらどこまでも行くから。ゆうちゃんが楽しいことが楽しい。あー、嬉しい。だからもう本当にジャングルクルーズのキャストみたいな。あー、なるほど。そう。もうその気持ちで、今後ともお付き合いしていきたいなと思って。おー、うん、ありがとうございます。面白そう、面白そう。しかも、いつでも札幌帰れるな。それめっちゃ使ってくるな。いや、もうね、もうバンバンさやめたくなったら、いつでも、いつでも玉ねぎの方が。確かに、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。で、最後に久保さんですね。はい、久保さんは一番落ち着いてた、うん、今日来てくださった方の中で一番だった、ね、身長も高いですよね。そう、なんか会話がとても平和で一緒に残ってました。設計士っていうのも男らしいでしょ、うん、確かに。なんか圧すごい、圧すごい。じゃあみんな同じ質問しようかな、うん、私と付き合ったらしたいことは何ですか？そうですね、僕はこう車の運転も結構好きなので、47都府県1回全国行ってみたいなと思って、それぞれのところでこう思い出を残していきたいなっていうのがあります。あ、本当に北海道だ。めっちゃ言ってる。逆にね。私結構急に人を
呼び出したりすることがあるんですけど、急になんか夜中とかに今から遊ぼうよってなったら来てくれるんですか？全然起きてれば。なるほど。おう、おう、おう、うん、おうって感じです。大丈夫ですか？あとなんかありますか？まあ僕はもうね、はい、最後はもうミュウさんに委ねようかなって思ってるんで。ああ、私も OK です。あ、了解です。はい、はい、ということで、はいはい、最終選考が終わりまして、はい、ミュウさん、はい、いろいろと決まりましたか？はい、決まりました。なるほど。じゃあミュウさん、発表をお願いします。はい、今日はありがとうございました。葬式本当に皆さん素敵な方たちばかりで悩んだんですけど、ごめんなさいという、あ、全員ごめんなさいなんですけど、最終まで残ってくれたしって思ったんですけど、まあ、ちょっと理由があって、本当に短い時間で1人3分とかだったじゃないですか。なんで決めきれなくて、でもまあ最終の4名を選んだので、できればちょっとその最終の4名と一緒にご飯に行きたいなと、ちょっと思います。親しくなってそう、そっからまあ知れたらいいなと思って、まずは7人もしくは5人でご飯とか行っていただけたらなと思います。ちょっとチマニャンの顔が怖くなってます。いやでも、楽しいファンなんだよ。冷静に、俺がその立場だったら、大体そうだった。確かにね、3分で仲良くなれねえから。ウルトラマンじゃないはい、ということで、結果ごめんなさいということで、はい、よろしいですか？はい、はい、ということで、彼氏オーディション終了でございます。ありがとうございます。幸せ者だよ。そうだ、マジでそう、うん、え、今回の彼氏オーディション総じてどんな感じだったの？印象に残った人とかさ。印象に残った人は、あ、でもジャスティスとかは。ありがとうございます。笑いた。熱かったんだろうね。顔ばっかりだね。しかもパクリなのがいいね。確かに。確かに。こんなイケメンな人たちが私のことをね、告白してくれるなんてないですから。恵まれてますよ。本当に。しかも札幌出身めちゃくちゃ多い。すごいよね。え、そんないたの？結構いた。めっちゃ。何で？ね、やだ。俺らだけじゃないよ。なんかクラスのリーダーみたいな。北海道出身が結構いた。あ、そうだ、北海道出身だ。いやでもミユさん本当に、はい、またね、うん、機会があったらこういう彼氏オーディションとかやったり、うん、もう一回気になった人とかに、ね、来てもらって、はいはい、無事ミユさん、はい、幸せになってほしいなと思います。ありがとうございます。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫、もうミユさんもういなかったんですけど、ルナさん逆にいますか？はい、何がですか？気になった方、はい、今でもね、うん、ハン君にバレなかったら別にセカンドサーブ、これをハン君が見えないようにすればいいです。そうそうそう、ね、まあまあまあ、その時はその時、はい、うん、まあその時はね、チマニアさんがホーネットで、いや、私は大丈夫です。ということで、みゆさん、はい、まだまだね、彼氏への道は程遠いんですけども、はい、ちょっと頑張っていろんな出会いとかでいい人見つけてください。頑張ります。俺とルナ応援してます。頑張ってください。頑張ってください。早く仲間に入りたいよ、ね、二人の、うん、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。